デジタルラボカズチューブです。このチャンネルでは手書きをデジタルでをコンセプトに発信しているチャンネルになります。よろしくお願いします。今回はジブリのゲド戦記っていう作品の中の1カットを自分なりに模写して、まあ模写って言ってもざっくりなんで見ながらまあ真似して描いたみたいな感じになると思います。冒頭言ったように手書きの背景をデジタルでどういうふうに書き起こすかみたいなチャンネルのコンセプトなんで、最後は割ときちんとまとまってある程度のとこまでは描けたかなと思いますので、もしそういう絵が描きたいという人がいれば最後まで見ていただければと思います。あとツールというかブラシの、どんなブラシを使ってるかも分かると思います。一応これ4倍速なんですけど、まあ色と選び方とかもそうですけど分かるようになってると思いますんで、最後まで見ていただければと思います。よろしくお願いします。まあ、この時点でだいたいもう下塗りという下塗りはもう終わってるんで、まあ、見ていただいた通りだと思います。基本的にこういう針とかって垂直だったり水平だったりするんで、そこはしっかりと押さえた方がいいと思います。一応割とフリーハンドで描いてるんですけど、針とかの、1本キュッて、なんだろうな、軸になるような線はシフトをしながらちょっと直線を引いて、その際の処理とかは少しランダムになるようにフリーハンドで描いたりしてます。全部フリーハンドだと本当にガタガタに見えちゃうんで、建物として強度がちょっと説得力、建物の説得力がちょっと落ちちゃうんで、そこはまあ新人さんによくあるんですけど、フリーハンドだからいいでしょうってわけでもなくて、ちゃんと構造として背骨みたいなものがしっかりあった方が物としてしっかりするんで、そこは押さえておいた方がいいポイントだと思います。で、今下に木の下の方にグレーの色を混ぜたんですけど、これって、まあ、ジブリの人をやってますけど、僕もやるようにしてて、 なんでそんな色になるのかっていうと、雨の跳ね返りですね。土汚れとかホコリが雨の勢いで柱にこう汚れがこぶりつくみたいな感じの表現になってます。木の木目なんですけど、このぐらいの距離だと僕は描いた方が早いというか、描いた方がいいと思ってます。テクスチャーでこう結構ね、木目を張っちゃうというか、そういうのが結構ポピュラーというかなんですけど、僕はもうこの距離になったらもう描いちゃう。結構ほぼほぼ木目は描いちゃいますね。その方が早いし、いろんな色入るし、こっちの方が描いてて楽しいし、まあなんですかね、描くのめんどくさいっていう人は、まあ、そもそもあんまりこの描き方向いてないんで、あまりおすすめしません。こういう描き方好きな人に関しては、もう本当に木目は描いた方がいいよっていうのは本当に言ってますね。で、節とかも結構このカットでは入れてませんけど、節っていうのは木材の目ん玉みたいなやつですね。あれ節っていうんですけど、あれも入れれるところに入れたりとか、それはもうテクスチャーだともう偶然に入るか、もしくはテクスチャーにその節が入ってなければ入れられないんですけど、手書きのこうアナログ風で書く場合はもう好きなように入れ放題なんで、狙って入れたりとか、ここに節入れたいなと思ってピンポイントで入れたりもできるんで、僕は書いてて楽しいし、もう絶対木目は描くのがおすすめです。時間もね、見ていただければ分かるようにそんなにかからないんで、意外とその要所要所で入れとけば、全部埋め尽くすってなるとしんどいんですけど、ジブリもそうなんですけど、そんなにこう寄った時はすげー描いてますけど、引いた時はさほど木目入ってないんで、そこら辺もよく見てみるといいかもしれません。自分はもう穴開くほどジブリの背景見てるんで、ああやっぱその方がいいよねっていうのはもう今後の常識にしていきたいなっていうぐらい、もう本当にそこは強く思ってます。こういう柱の場合なんですけど、アウトラインを僕は手書きというか普通にデジタルで描いちゃうんですけど、後から入れる方法もあるはあるんですけど、エッジのポスタリゼーションっていうフォトショップについてる機能があるんですけど、あと輪郭を摘出するとか、そういうのがツールとしてあるんですけど、僕はちょっと一律に線が取れちゃうんで、あんまりそれが好きじゃなくて、もう描いてるうちに入れたいなと、ちょっとせっかちな性格もあるんですけど、もう形ができた瞬間にもう固めていきたいみたいな気持ちが強いんで、
一応そういうやり方でいつも背景は描いてます。今もあのアウトライン描いてましたよね。パーツごとに仕上げるタイミングって多分人によって全然違うんですけど、僕はそういうタイミングでやっちゃってますね。あとさっき言い忘れたんですけど、木目描いてるっていう話したじゃないですか。で、色味の話なんですけど、デジタル作業ってどうしても色数がすごい極端に少なくなっちゃうんですよ。テクスチャーを貼ったりするとどうしても明度で上げたり下げたりするんで、色相の幅はあんまり変わらないんですよ。その色の幅、上下はできるんですけど、明暗の上下はできるんですけど、できればあのいろんな色を混ぜて今入れてるような色だったりとか、ジブリの参考を見てもいいし、自分なりに色作って木に入れてもいいし、そこら辺はちょっと色数で手書きに負けないようにデジタルでも色数を少し意識して塗ってると、少しデジタル風だなっていうところからは脱却できる一つの要因かなと思います。今柱にハイライトを入れてますけど、これもあの楽しい、すごい楽しい作業なんで、新人の人は気をつけてほしいんですけど、あの入れすぎてあんまりちょっとチカチカしすぎるっていうのが結構起こっちゃうんで、それもまあなるべく必要なところに、まあ必要な量、難しいですけどね、うるさくならない程度に入れるっていうのが結構コツです。木目も足りなかったらあのその都度入れたり、引いたり足したり引いたりして調整してます。で、今バックグラウンドの方を塗りつぶしてますけど、模写なんですけど、他その模写してる作品の後ろが結構暗ったかったんで、この段階で初めて塗り始めてますね。本来であればもうちょっと早めの段階で塗ってあった方がおそらく作業はしやすかったと思います。で、足りないところをちょこちょここれから書き足していくんですけど、だいたいもうここで大枠は出来上がってるんで、あとは距離によってとか足りない要素をどんどん足していく、濃い色だったり薄い色だったりで、初めの頃ってその形を取るのに結構しっかりした色を初めに入れちゃって、形を取りすぎちゃって絵のバランス悪くなるってことが結構あるんですけど、あの最終的に一番トップの明るい色とか、一番あの落ちているアンダーな色はあの絵の中のバランスを見て最後に入れるが多分一番僕は好ましいんじゃないかなと思ってます。色選びも、まあ、ジブリの模写なんでそこまで考えないんで結構早く描けてるのかなとは思いますけど、多分一から自分で色を決めてたらこんなに早く描けないと思う。こうレンガを足したりするのは本当にそんなにストレスにならないんで、このアナログデジタル手書きデジタルみたいな書き方に関してはそんなにストレスにならないんで、僕は楽しく作業できました。この絵に関しては ブラシ自体はそんなに数はいっぱい使ってないんで、まあこの絵で言えばせいぜい擦るそんな使ってないから4種類ぐらいで多分描き回してると思います。で、実際アナログの時、手書きの時って作用筆っていうやつと平筆の2種類だったんで、まあデジタルになってすごい量、ブラシの量あるっていうよりかは、まあ、多分ベテランの人もみんなそうだと思うんですけど、大体決まったブラシで仕上がるようになると思うんですよね。だからブラシをすんげーいっぱい持ってる人とかってあんまりこう効率いいとはあんまり思えませんね。ほとんど描くのが上手い人ってブラシはあんまこだわる、僕はこだわるんですけど、そんなこだわる人いないかもしれないですね。ゴリゴリ描いちゃうっていうのが、まあ、絵描きの本能なのかもしれないですね。で、こういう屋根とかの場合、あの下のこう支えるものの重要性だったり、すごいこれがあるなしでだいぶリアリティラインが変わるかなと僕は思ってるんで、すごく何か気づいた時はまあ入れてあげるといいと思います。だいたい他の、まあ、実生活でも見るとだいたいそうなってるんで、まあ、なんか時間がある時見てみてもらえればなと思います。もうそろそろこれ仕上げに入ってるんで、もうそろそろ終わると思います。まあ、やっててすごい楽しい絵ですね、これは。
皆さんもなんか自分の好きな絵をデジタルで模写してみるのはいいかもしれないですね。今回すごく楽しかったです。で、そろそろ多分この家の中の情報を少し書き入れる段階になります。中にあるのはまあおそらく瓶かなと、木の棚に置いてある瓶みたいなイメージで書かれてたんで、一応それを模写としてやっています。完璧に合わせてはいないですけど、まあ大体こんなもんだろうぐらいの話ですかね。それとあとこの動画では説明できませんけど、おすすめの瓶の書き方みたいなのもあるんで、アナログ風の、それはぜひ今度動画にしてアップしたいと思います。結構簡単に瓶書けるんで、試しにやってみてもらえると嬉しいです。で、最後本当に仕上げですね。屋根のハイライト足して、画面の中心のところを書き起こしていってるっていうフェーズになると思います。やっぱ見栄えがあるところがカット内にあった方がいいと思うんで、まあ、中心に光持ってきたりだとか、キャラクターの外れてる部分に少しポイント作る、まあ、ポイントっていうのはハイライトを置いてみたりとか、なんか特徴的な植物を置いてみたりとかって、そういう、まあ、分かりやすいテクニックの話ですかね。これ今やってる作業すげえ地味だけど、めちゃめちゃ大事です。レイヤーをまたいでハイライト入れちゃったりした場合とかに、気づいた時点ですぐ再編集するっていう感じになってますね。だいぶ柱のハイライト変な色入ってますね。俺はあんまりそこまでこんな強い色使えないんですけど、ジブリの人はさすがめちゃめちゃうまいですね。で、今壁を少し殺風景だったんで、少しタッチを足して最終的なフィニッシュになっていくと思います。このだいたいダメージ入れるところって、際の部分だったり、まあ、その連動している部分が多いんで、ある程度はそんなに間違いなくできると思います。まあ、あとは打って練習するしかないと思うんですよね。なんかああだこうだ言ってやらないとあんまりうまくならないんで、できれば書くチャンスがあれば書いてほしいなと個人的には思ってます。でもだいぶ最終仕上げの方に入ってますね。今回も動画最後まで見ていただきありがとうございます。本当に今日言ったようなことを注意すれば、だいぶ手書き風デジタル作画ができると思いますので、皆さんもぜひ真似してやってみてください。はい、今日はこんな感じです。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。良かったと思った人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。